はい、どうも星野剛志です。カフェサムライから久しぶりにお邪魔しております。先ほどね、録画させていただいた、松山英樹選手、マスターズ優勝記念の DI のエピソードに続いて、今回ね、1回目、4回目とね、優勝争いして、おじいさんかな、おばあさんかな、が日本人で、一応日系になるザンダー・シャッフレ選手ですね。まあ若いんですけれども、ワールドランキング4位ということで、もうすごく安定した成績で、まあ、PGA ツアーでもね、大活躍なんですけれども、まあ、大学卒業して、もうすぐ PGA ツアーで活躍するような選手ですね。で、彼はですね、まあ、今この、黒白のシャフトを使ってるんですけど、実は、もともとのラインナップとしては、青白の BB、うん、BB ですね。これ黒白で、まあ、彼の、特注というかね、まあ、PGA の選手は結構色が明るいのが好きじゃない選手がいるから、例えば DI とかでも黒白にね、黒白のそのオーソドックスなカラーでやってる選手は結構いるんですけど、彼は、BB のなぜか黒白で、でフェアウェイウッドはね、まあ、DI なんですけれども、オレンジなんですけれども、まあその辺についてなぜ、というかね、 BB ってどういうシャフト、あんまりね、ちょっと古いシャフトなんで、 BB もね、皆さんに馴染みがないと思う。今日は有名クラフトサムライをズバリ聞いていきたいと思います。それではレッツゴー。では、早速 BB、 ツアー AD BB について、どんなシャフト、まあ先ほどのね、松山選手の DI っていうのも、まあ、結構しっかりしてっていう話だったんですけど、じゃあ BB ってどういうシャフトっていうと、僕もちょっと使ったことあるんですけど、どんなシャフトでしょうね。まあ先端から真ん中ぐらいまでは、結構がっちりしてて、手元が、もう一回、先端が、先端から真ん中ぐらいまでは硬くて、はいはいはい、手元が、まあ、グリップ側がちょっと柔らかいですっていう感じのシャフトですね。はい、で DI は、DI は先端が硬くて、はい、そこから、まあ、真ん中からお尻にかけて柔らかいよっていう感じのシャフトですかね。なるほど、はい、じゃあBB の方が硬い、 BB の方が硬い部分は多いですね。まあ、僕もね、ちょっとだけ使って正直ちょっと打てなかったんですよ。ドライバーに 6X を確か当時入れてもらって、ちょっと色がかっこよかったんで、なんか嬉しくて入れたんですけど、その多分その前に DI とか使ってたと思うんですね。で、まあ、DI もしっかりしてるからと思ったんですけど、なんかすごい硬く感じて、僕全然ダメで、BB は、はい、でそれをザンダー・シャフレ選手ドライバー1インチチップカット、7X かな、はい、で、まあ、先ほどの動画でね、ぜひ松山英樹選手の話したDI の動画も見ていただきたいんですけども、松山選手とかは DI を TX 使ってるじゃないですか。で、今の硬い、先端から真ん中にかけて硬いという BB の、まあ、7X を、その7の TX じゃなくて1インチ先端カットする、1インチチップカットするとやっぱどれぐらい硬くなるんですか。1インチ、まあワンフレックスまではいかないぐらいじゃないですかね。4分の3フレックスとかそんな感じですかね。で仮にそれが、まあだから TX まで硬いのは嫌なのか、やっぱりちょっと1インチ先端カットすると、そのキックポイントもずれたりとか、またちょっと感覚も違うんですかね。まあそれはそうあると思いますね。まあやっぱり試してることは試してるんですかね、両方ね。なんかその辺なんかね、やっぱまあ皆さんね、まあ、シャフト高いですし、なかなかできないと思うけど、よくね、どうしても X、S、まあ、アマチュアの方だったら TX で悩む人はあんまりいないと思うんですけど、S と X で、いきなり X
ちょっと X きついんじゃないかなっていう方とかでも、まあそうするとよくこう相談を受けるのは、例えば 5S5X とかのところで 5の S になるとすごい柔らかく感じるけど、5の X だとちょっと硬すぎるとかっていう人は5の S をちょっと先端カットしたりとかっていうのは、まあ一応試す価値はある、あると思いますね。なるほどなるほど。やっぱ先端カットすることによってやっぱりちょっとスピン量を抑えられたりとか、そうですね。あとはまあ先先端の動きもちょっと収まるんで、雰囲気は変わると思いますよね。変わる、なるほどなるほど。で BB をザンザシャフレ選手、そのまあ結構長く使ってるんですけれども、BB が硬いじゃないですか、でフェアウェイウッドは DI で、先端カットせずに 8X を3番ウッドも5番ウッドも使ってるんですよ。これは狙いというか、同じ BB を使わないのもそうですし、まあ、フレックス的にも先端カットしないっていうのは、まあ、松山選手なんかはさっきの動画で言ったみたいに、まあ、種類は違うシャフトを使うけど、まあ、TXTX みたいな感じじゃないですか。それはどうなんですかね。先端切らないし、あとはまあそのシャフト自体もちょっと、BB と DI だと、DI の方が先端がちょっと柔らかいじゃん、そうですよね、柔らかいのが多いんで、その分、まあ、スピンは絶対入るはずなんですよ。なるほどなるほど。だからまあある程度だから、ドライバーはスピンを極力減らして、前にっていうと、前に行かせる、でフェアウェイは、ある程度スピンを期待して入れてじゃあ結構、まあ、コントロール重視、多分重視飛距離より、してるんじゃないのかなと思いますけど、ね、なるほど。そうですよね。シャフトの種類自体もね、BB の方が先端から硬いですし、さらにチップカットしてて、まあ抑えるだけ抑えて、で、まあ、フェアウェイウッドは、まあ、DI とかにして、まあ、ちゃんと球を拾いやすいというか、なるほどなるほどなるほど。じゃあその辺はやっぱり、まあ、ひょっとしたら、ね、あの松山英樹選手とその DI の、あのさっきのエピソードでもちょっとお話ししたんですけど、必ずしも同じシャフトを入れるっていうことがいいことでもないし、まあ、そのフレックスも、あのドライバーとフェアウェイウッドを変えてみるっていうのも、まあ、全然ありですよね。やっぱり僕なんかからこうアマチュアの方にもよく相談を受けるのが、まあ、今のフェアウェイウッドって昔より当たり前だけど飛ぶじゃないですか。その一方では3番ウッドとか、僕自身もそうなんですけど、やっぱりそんな上がりやすくはないし、5番ウッドがやたら飛ぶみたいなよく相談を受けるんですよね。で僕5番ウッドの方がキャリー出るんですけどみたいな話になって、で、まあ、そういうのもひょっとしたらシャフトとか、そうですね、でうまく組み合わせてあげると3番ウッドはより飛ぶようになるし、5番ウッドは少しちゃんと止まってコントロール性能が上がるっていうか、まあ、5がちょうど飛ぶようになっちゃってて、3番ウッドはもう潜っちゃってる可能性もあるってことですよね。結構アマチュアの方なんかだと、僕なんかが見ててもそのフェアウェイウッドのドライバーのシャフト変えるじゃないですか。で、まあ、今日はね BB の話であれなんですけれども、まあ、ドライバーのシャフト BB 使ってこうやってフェアウェイウッドは DI 使って、まあ、そういうところをこうザンダー選手とか見てて、まあ、この彼がプロに入ってからすごく安定してるんですよね。で優勝はちょっとあの今回もね、あの松山選手のマスターズ優勝でできなかったけど、もう本当プレーオフで惜しくも2位とか、まあ、この2年の間ぐらいとかでも本当2位に入ることが多分 4、5回はあると思うんで、それぐらい安定してるのはやっぱりティーショットが、まあ、今回のマスターズ見ててもそうですけど、本当16番で息入れちゃったぐらいで、もう本当ティーショットが安定してて、アイアンも安定してて、すごくこう安定してる選手だから、まあ、スイングテンポもすごくいいし、スイングも綺麗だし、そういう選手がやっぱりこうシャフトの種類をそうやってね組み合わせて、やってるところは参考にできるのかなっていうふうに思いますよね。なのでまあ僕自身もそうかもしれないですけれども、今の話をしてね、まあ、僕もこれからシーズン入ってくるんですけど、
ちょっとフェアウェイウッドは S にしてみようしかもなんか、まあ、今ねあの僕自身は、ドライバーはねあの HD の 5X をちょっと先端カット、まずあの枝松さんにしてもらったものを入れてて、フェアウェイウッドはね、7X、8X っていう感じで HD 入ってるんですけど、まあ、DI の、ね、S シャフトとかも持ってるんで、まあ、ちょっと DI の 7S とか 8S とかを、うんうんまあ、ちょっとフェアウェイウッド試してみて、まあね、正直ねやっぱりねその3番ウッドとか5番ウッドは飛びすぎちゃうし、あの3番ウッドはちょっと潜り気味なんで最近やっぱり、うん、だそこはちょっと僕もちょっとあの今の動画を撮りながらちょっと試してみようかなっていうのはねすごい思いましたね。ちなみに枝松さんは、まあ、ドライバーはよくこの動画の中でも PT5S じゃないですか、はいはいはい、3番ウッド5番ウッドはシャフトどうなってるんですか。3番は僕打てないから使ってないですあの3番ウッドは打てない打てないということでね、4番7番4番7番、はい、ほうほうほう、はい、これちょっとあのザンダースシャフレ選手の動画よりこっちの方が参考になるかもしれないです。見栄は張らない、見栄は張らない、見栄は張らない4番ウッド7番ウッド、あこれは参考になります。4番ウッドはちなみにシャフトはどうされてるんですか。4番は三菱 のディアマナサンプっていう、ディアマナサンプ、はい、ね、はい、はい、重さとかはフレックスは6S ですかね、 6S、はい、7番ウッドも一緒、7番ウッドはまたちょっと違うところなんですけど、ほうほう、7S だったかな、 7S、 じゃあちょっとシャフトの重量はフローさせて、はい、ドライバー 5S、はい、6S、7S っていう風に、まあこの辺りはね、ね結構重量は、ね、うん、あのフローさせた方が、まあ僕自身もそっちの方が打ちやすいと思うんで、うん、まあ皆さんもね、まあ、参考にしてもらえたらいいかな。ちなみにあのさっきね、あの3番ウッド打てないなんて言ってますけど、埼玉ゴルフ選手権、はい、予選通過おめでとうございます、ナミールジュニアゴルファーとね、ジュニアゴルフと一緒に回ったんですか。いや、みんな同じぐらい、同じぐらいの同じおじさんチームで、はい、回ってちゃんと予選通過ということで、ね、決勝はいついつだったかな、夏っすか、夏ぐらいだと思います。夏ぐらい、おまあね、枝松さんもね練習最近ちょこちょこしてるっていうねもうね、なんかねフェイスブックで見かけたりとかね、あのインスタグラムとかね、ぜひ皆さんも、ね、枝松さんも練習すると、ゴルフクラブ相当忙しいぐらいね、先週ん先々週先週だけ、はい、で何セットぐらい作ったんですか。そうですね、15セットぐらい1週間で15セット組みながらもちゃんとね試合の予選通ってますから、皆さんもぜひ仕事と練習を両立して、ゴルフどんどん楽しんでいきましょう。今日はね、ツアー ID BB シリーズの話と、まあ、DI シリーズのちょっと残りというかね、話をしたんですけれども、まあ、これからもね、枝松クラフトマンね忙しいんですけれども、夢クラフトマンのね時間を割いて、この YouTube 出ていきたいと思います。それでは、今日の動画がいいと思った方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の有名クラフトワンシリーズでお会いしましょう。バイバイ。